とかしら。あの入江くんと朝ごはん食べてるんだ私。不思議。あの大好きだった入江くんが納豆食べてお味噌汁飲んで、なんかはないか、やっぱり。なんで緊張してんだよ俺。いかん、あいつのペースに乗せられすぎ。ここは一発ガツンと。ガチャン。何をしておる。はあ、こんなことになるんだったら手紙なんて渡さなきゃよかった。おい。あ、はい。一緒に住んでるなんて誰にも言うなよ。当然学校でも話しかけないでくれ。何よあれ。なって、なんすか。かわいいの。何かわけもわからず泣けてくるわ。ギュッとしてグニュッとしてギュッとして。今朝はこやつらの声で目が覚めた。なんと懸命に泣きうることよ。俺、聞こえなかったな。扉閉まります、ご注意ください。おやめください。ただいま。新聞紙敷いてって俺言いましたよね。これは違うぞ。そのなんていうか存ぜぬところというか、実はわらわは二重人格で、それはそいつの仕業で。嘘だろ、マジで嘘つけ。うわ、何この見事な接着。入江直樹を任せてやるの。めっちゃ笑いの取れるギャグやんけ。やだ、ことこたら冗談でも神様に怒られるわよ。本気。ちょっと大丈夫、おかしいわよ。お前な、相手は校内一どころか当県だ。それがわらわも爆笑でな。接着剤をつけたところで手が滑っての。綺麗に半回転して 10.0 の着地をしよったわ。見事じゃったか、妙にツボに入っての。正直しばらく笑い転げておった。へえ。 あいつに勝ち目ないのは分かってるけど、せめて同じ掲示板に名前を載せてやる。どうしよう、全然わからない。どこから手をつけていいのやら、どこがわからないのかすらわからない。なんだこれ、なんかヒラヒラついてる。誰かの忘れ物だよ、きっと。でも変だぞこれ。てんへん、こういうの見たことある。うちの神棚に飾ってあるよ。わっぱども、俺に気安く触れるでないわ。制服だって間違ってあたしの着ちゃいそうだもんね、入江くんは。なんで俺があんたの制服間違って着るんだよ。逆に振られたんや、あのキザ野郎。ざまあ見せろせ。どっからそんなもん引っ張り出したんだ。おばさまに1枚だけいただいたの。返せ。いやーよ、なんだと。だって私あなたにいじめられてばっかりだし、たまにはいいじゃない。誰がいじめた。